様がソニアを利用しているのか。ソニアは自分の意思で私に従っているのだ。そういう意味で私に剣を向ける貴様よりはよほど利口だと言えるな。なめるなよ。疲労しているとはいえ私にはアルハザードがある。人間ども、特に光の末裔には何度も苦い思いをさせられたが、今度こそそうはいかん。さあかかってこい。地獄へ送ってやろう。力が、うん、儀式のせいで力が出ない。不本意だがここは引くか。人間ども、今日は運が良かっただけと思え。私の魔力が戻ってからは貴様ら人間など根絶やしにしてくれる。待て、ボーデル。クソ、アルハザードを手に入れ損ねたか。復活したアルハザードがボーデルの手に渡ってしまうとは。なんとかしないと。クソ、最悪の事態だぜ。ここは一度体勢を立て直すか。このままでは勝ち目はありませんね。一度引いて策を考えるとしましょう。私は一体。ダークプリンセスの様子がおかしいぞ。そうか、ボーゼルに手傷を負わせたことで彼女を操っていた術が解けたのだろう。姉さん、ランダ姉さん、リアナ、どうしてここは。大丈夫か、ランナ。しっかりしろ。レオン、どうしてあなたがここに。あ、そうだわ、私はボーゼルの術で闇の力を。ランナ姉さん大丈夫。じっとしているんだ。あれだけ強力な術を受けていたのだ。無理はするな。後でレアードに城まで送らせよう。それよりボーゼルは。ふん、光の軍も闇の軍も共に逃げ出したようだな。あとはどちらから追撃するかだな。エルヴィン、お前に判断を任せよう。戦局を考えると封印を解かれたアルハザードを奪われたままなんだ。今は一刻も早くボーゼルを追うべきだ。うん、賢明な判断だな。だがアルハザードに対抗するためにはラングリッサーの封印を解く必要がある。なんだって。ラングリッサーの力はまだこんなものじゃないというのか。当たり前だ。聖剣の力がそんなものだと思っていたのか。幸い封印の巫女も二人とも揃っている。あとは触媒であるホーリーロッドがあれば。それならばレアードに命じて探させよう。ディアナ、力を貸してくれ。このまま封印を解かれたアルハザードボーゼルに奪われたままにするわけにはいかない。でもアルハザードを取り戻したらングリッサーにももう一度封印をさせていただけるのでしょうか。姉さん。約束しよう。わかりました、協力しましょう。ありがとう。あとはボーゼルを追って闇を滅ぼすだけだな。ラングリッサーの封印を解いたら早速出発するぞ。やった。闇の王子ボーゼルは魔剣の封印を解くためだけに帝国を利用していたのだが、すでにエグベルトはその事態を見抜いていた。ボーゼル、帝国、そして光の末裔の三つどもえの戦いの結果、勝利を収めたのは帝国であった。だがその戦いの中でボーゼルはアルハザードを持ち去ってしまう。帝国はアルハザードに対抗するためラングリッサーの封印を解き、急ぎボーゼルのいるベルゼリアへ向かう。
ボーゼルの居城ベルゼリア城に迫った時、城門の前に立ちふさがったのはローガの妹である少女ソニアだった。よし、ホーリーロッドは手に入れた。早速陛下の元へ帰るぞ。は、待ちなさい。そのロッドを渡すわけには参りません。しつこい魔法使いだ。時間がないのでな。怪我をしていようと手加減はしませんぞ。望むところです。ジェシカ様、撤退、撤退だ。なかなかやるな、あの女魔術師は。レアード様、大丈夫ですか？心配ない、急ぐぞ。ホーリーロッドを持ってまいりました。よくやったレアード、これで儀式に取り掛かれる。これよりラングリッサー解放の儀式に取り掛かる。光と頬の女神ルシリスの加護を受けし、聖なる剣よ、長き年月の果てに我らは光を求めたり。我が内に眠る光の封印を解き放ち、我が内に眠る光の力を剣に与えよ。聖なるロッドは光にあふれ、今剣はその力を取り戻さん。なんというまばゆい光だ。これでラングリッサーの隠された力が解放されたのか。うん、これでボーゼルのアルハザードにも負けはしない。よし、行こう。ボーゼルに追撃をかけるぞ。ここにボーゼルがいるのか。そうだ、禁断の地ベルゼリア。かつての光と闇の抗争で闇が封印されたという伝説がある。奴らが居城とするなら、このベルゼリアを置いて他にあるまい。よくここが分かったわね。ち、囲まれたか。いつの間に。ここより先へは進ませないわ。ソニア、ローガ、エルミ、もう一度チャンスをくれ。今度こそ説得してみせる。俺をソニアのところへ行かせてくれ。わかった、みんな、ローガがソニアのところまで行けるように援護してくれ。任せて、バッチリ援護するよ。みんな恩に切るぜ。you
ボーデル様はまだお疲れだ。我々だけで奴らを食い止めるんだ。闇の時代のために、ボーゼル様のために、荒ぶる闘気をナイフ化け。どうしても人間を恨み続けるのか、二度と許さないのか。力さえあれば。力がみなぎってくる。魔力を高めねばならん。
な部を大陸に示さねばならん。まだまだ知らないことだらけだよ。先行よ、ほとばしろ。俺はお前を失いたくない。俺の言うことを聞いてくれ。お兄ちゃんの言うことなんか信じられないわ。ボーデル様はお兄ちゃんよりずっと優しいのよ。もう昔には戻れないのか、ソニアよ。様が回復すればお前たちなど。
る私がやられるわけだ。さねばならん。どうしても闇につくなら力ずくでも言うことを聞かせてやるぞ。やっぱり人間なんて自分のことしか考えないのよ。もう大嫌い。人間もお兄ちゃんも大嫌い。ならんからな。
スの槍。力がみなぎってくる。さすがラングリッサ、強い。ソニア、聞けソニア、お前がどれだけ辛い思いをしてきたか、それを思うとお前の恨みもわかる。あの神官イクルスがどれほど親切に俺たちを育ててくれたか忘れたというのか。イクルス様。そうだ、思い出せイクルスの優しさ。小さな俺たちを父親代わりに育ててくれたあのぬくもりを。寒い森の中、凍えていた私たち、差し伸べられた手のぬくもり、まるで本当のお父さんのように。イクルスに拾われなければ俺もお前みたいに人間を恨んでいたかもしれねえ。確かに人は弱い、知らねえうちに他人を傷つけちまうかもしれねえ。それもこれもこんなすさんだ時代が悪いんだ。時代が、戦争が私たちからお父さんやお母さんを奪ってしまった。こんな時代は早く終わらせなくちゃいけねえ。これ以上俺たちのような奴を増やさねえために。恨むならこんな時代を作り、それを悪用しようとするボーゼルの方だ。お前だって本当は分かっているんだろ。お兄ちゃん、人々から争いが消えれば人はもっと優しくなれるのかしら。なれるさ。俺も他人は信用しねえで今まで生きてきた。だがエルウィンやヘイ、そしていろんな奴らと知り合って分かった。信じ合う心があればどんな困難でも乗り越えられるとな。そうだソニア、君も俺たちと一緒にボーゼルを倒そう。そして少しでも多くの人々をこのすさんだ世界から救ってみようではないか。温かい、いいわね仲間って。私もなれるかしら。なれるよ、オイラが約束する。ありがとうみんな。これからは私、生まれ変わるわ。あとはボーゼルを倒すのみ。ボーゼルなら、この奥にいるわよ。わかった、このまま一気にボーゼルを打ち倒すぞ。やったー、おいらが一番だ。